近い。歯並び綺麗でしょ。どう私の歯並び。綺麗、めっちゃ綺麗。大将すいません。こんな歯並び綺麗。大将が一番綺麗な気がします。大将テレビですこれ。これ動画です。動画です。こちらです。目線とかやったらいいかよくわかんないですよね。ここなんですね。どうぞ大将これついてください。よかった。ちょっと一応大丈夫。おはようございます。ここに大将のドアです。あれどこここがかここがかそうなんです。目線にはここを見たり。あ、ぽっちゃりたいバイバイ。ウィズ大将。ウィズ大将。なりました。さっぱり。夏塩。なんか顔がちょっと先が、その一個がちょっと。ぽっちゃり。これ映したい。すごい。ぽっちゃり言うからね。ぽっちゃり。ぽっちゃり。なんかどうしたって言われちゃった。本当ですよ。なんかもう勝手にできちゃってるみたいな。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。やってる。行きましょう。行きましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。私こっち。いつも通りじゃないです。どうした？どうした？違う。あのさ、イレブンクリスタルの時はさ、そうなんだ。だからもう一回。私どっち？私からしたら、キリさん何言ってんだろう。私こっち。ごめんなさい。4番組やってるの。4番組やってるよ。始まる。だけどみんなに突っ込まれるの。面白いですね。なかなかこんな気さくな方いないですよ。でも最初怖かったでしょ。怖かった。絶対わざとやってますよね。わざと怖なんですかね。どんな時が怖そうだったの。え、いや普通にしてる。なんかあんまりそんな笑わなかったんで、私に対しては。嘘。多分それは怖い。あいちゃん覚えてないんだけどね。そうほらね。違う、愛ちゃんが多分すげえ緊張してたんだ。そうです。あれもしかしてすごい痩せてたの。あ、そうかもしれない。じゃあ分かんないわ、見逃しちゃうわ。はぁ、やばい、当分このネタになりそうだわ。はぁ、当分このぽっちゃりくない。それじゃあぽっちゃり、ぽっちゃりちゃんには入れてあげられない。ぽっちゃりで出入り自由だから。自由だから、出てもいい。ただ、許可するしないはね、まだこっちに行きましょう。まだ道なら行っちゃうかもしれない。いやいやいや、あれ最近でも痩せたから。あ、1キロくらい。また食べてくれ。ない夜も情熱のマタドルです。はい、マタドルです。なんでぶっちゃけその投げやりな感じが。よしよし、おかしい。すごい変なテンションだよね。ね、かなり。なんか昼間ってそうだよね。ああ、そう。夜だけの時はもっと落ち着いて。そうだね。ああ。ボルテージが下がらない。ボルテージが下がらない。熱が下がらない。ありがとうございます。お風呂入ってたんだよ。みんなのおかしい。今日みんなおかしい。みんなおかしい。いやおかしい。いや私はおかしくないですよ。さっきこう言ってた。それは別にちょっと見えてないとか言って。見えてる。私だから肌が正直だと思いました。おかしくない。その決意。なんでいっぱいの命をつなぎじゃない。その方がいいじゃないですか。なんでいっぱいいるのよ。おいおい。ダメでしょ。びっくりしました。今何言ってるんですか。おかみさんとか間違えちゃう。電気消して昼間
後でこれで電気消してから始まるの。あ、そうですね。確かに暑いです。クーラーついてる？ついてます。今冷房18度です。高いんだこの部屋でも。あの扇風機はこっちだけを向けて。ジョーさん、あの指定がきました。あるんだから暑いよね、やっぱり。それではお願いします。はい、じゃあ、シェップ袋でやろうかな。シェップ袋ね。じゃあ、私だけを向けて。ちょうどみんな集まったし。そうね、みんな来たからやるか。ね。レインボークラブ、デリシャスなラジオクリスタル、表現する者たちの月夜会へようこそ。パーソナリティは下町エレガント大使リンク台風キリンがご案内いたします。ドラマチックにストーリー、愛してやまない人間模様、同じ気持ちを分け合ったり誰かの気持ちが元気になりますように。今夜も熱いハートは止まらない。見て聞いて参加する番組、ラジオだけど見逃せない、楽屋トークだって公開、気取ってなんかいられないライブのようなラジオです。2014年8月4日月曜日21時オープン。ルーディこと羊とクリスタル相談役、時々音楽人さん、いなくては困るポジション確立中。今夜もどんなドラマが展開するんでしょう。ワクワクも止まりませんね、キャプテン D。 見逃せないラジオですからね。見てもいい、聞いてもいい、参加もできる、そんな番組が今までどこかにありましたか？先頭を走らせてもらっています。ですよね。嬉しい気持ちが止まらない。クリスタルはただいま加速中でございます。おしゃれチェックは続いてるんですよね。時々褒められてるみたいですけど。たまにね。むしろ厳しいチェックが入るわ。ハードルが上がっているような気がするんだけど、どうかしら。確かに。なんで髪切ったの？え、あ、ここで来ましたか。昼は何も言われないなと思ってた。似合ってるじゃない。違う、長いの好きなの。あー、中性的なのが好きだからね。そうそう、夏は暑いからねつって切りましたって言ったら。でも若々しくて素敵ですよ。若干一面ね、なくなった。いや、もう一人そうだった。あ、そうなの？似合うの？挑発派？ね、私単発が好きだから、うん、じゃあ2人でやれば。おいおい。じゃあそういうことで。お疲れ様です。終わっちゃうの？まだ始まったばかりですけど。せっかくだからね。やるみんなそう思ってるんだ。そうですね。せっかくだからまったり行こうかな今日は、ね、ちょっと事情があってまったり行くよ。まったり行く感じで、うん、はい、いいと思います。じゃあ始めるか。はい、はい。さあ、それではそろそろ始まりの時間にします。どこから聞いても楽しめるクリスタル、いきますよ。 It's show time。 時間にするってなんだ。ソーシャルストリームに、ソーシャルストリームにルーディさんメッセージ紙切られてスッキリですねって来てます。ありがとうございます。はい、では音楽兄さんです。